球は宇宙からの侵略の魔の手にさらされていた。しかしこの危機を一人北総へむ男がいた。岸田博士である。彼は国立科学研究所、通称スケベイの所長の地位を乱用し建造した全領域攻撃支援兵器エリアルで宇宙人に対抗しようとしたのであった。だが人々からは理解されず、孫たちからも嫌われ、彼は不運であった。岸田彩、博士の孫娘で半年後に受験を控えた高校3年生。博士に強制的にエリアルに乗せられ、受験勉強も手につかない。普通の女の子として暮らしたいのだが、博士によって振り回されてしまう不運な少女。河合美也、博士の命にあたりスポーツ万能、頭脳明晰で3人のリーダー格。博士のうまい話に乗せられてついエリアルに乗ってしまう不運な女子大生。岸田和美、綾の妹でおじいちゃんに付き合うのが楽しいから大好きである。三人娘で唯一エリアルに乗りたがる心優しい女の子、ゆえに不運である。だが宇宙人の魔の手は迫る。アバルトハウザー、侵略企業下道社超巨大戦艦オルクスの艦長である彼は、地球に対し銀河帝国の名において宣戦布告をしたが、なかなかはかどらない。とても不運である。下野経理部長、赤字経営にあえぐオルクスの財政を一手に握り、有無を言わさぬ経費削減で鬼の経理部長と恐れられているが、ハウザーに恋をしている不運な乙女。放浪の宇宙戦士クレストセイバーハーゲン、宿敵ハウザーを追いやってきた謎の宇宙人、謎ゆえに不運である。そしてまたここに一人の不運な男が地球にやって来ようとしていた。これは不運な主人公たちが運命的ともいえる不運な出会いをしてしまった物語である。じゃなかったのか。艦長、聞こえました？今からそちらに行きますから、直ちに降下兵を戻してくださいね。第2級戦闘態勢解除。第2級戦闘態勢解除。やっ、ただいま。ご苦労ご苦労。せっかく出動したのに残念だったな。また次があるからそう気を落とさずに。ごめんね、おじいちゃん。ロボット乗るのは楽しいんだけどね。お姉ちゃんが。
ちょっと待って、お姉ちゃん。いや、あの、ほら、もう絶対に乗りませんからね、岸田のおじさま。やれやれ。私は来た。大いなる定めによって銀河帝国の名のもとに、愛する祖国のため、同胞のため、そして我が友のため、そのために私はこの星へ来た。また徹夜か。無理しなくてもエリアルに乗ってくれれば、理系の大学ならわしのコネで。おじいちゃん、おじいちゃん、迎えが来ましたよ。お、あや、じゃあな。緊急事態です。ほう、で、は、衛星軌道上にまた巨大な物体が現れました。よし、とにかくスケベに急げ。あや、新たなる事態が起きた。エリアルの出動もあり得る。よろしくな。受験生なのよ。ミスったが、まだこんな時間じゃ。ここでニュースをお伝えします。本日未明、衛星軌道上に出現した物体の正体は依然不明のままです。これが我が国に数回にわたって侵略を行った自称ハウザーなる宇宙人と何か関係があるものならば、侵略者は何らかの行動を起こすものと予想されます。これに対し、国立科学研究所所長岸田博士はまだ発表の段階ではないと述べており、詳しいことは何も明らかにされておりません。宇宙人が何を企もうと、おじさまが何言おうと、私には関係ないわよ。あれか、たとえそれが何者であろうと、俺は戦う。それが戦士の宿命なのだ。現在の状況は？出現した戦艦は依然沈黙のままです。
こちらからの呼び出しに応答はありません。一体どういうつもりだ。間違いなくやつだ。ならばなぜ、何を考えている。どう思う、デモノバ。はい、我が下道社の本社にあたるバルター・クリフト社所属の者とみて間違いはないと。そうではない、その目的だ。本社の戦艦が予告もなしにこんな辺境の空域に現れたのだ。本社にとって傘下の一企業に過ぎぬ我が下道社の前にな。艦長、本社の戦艦です。あー、どうしましょう。きっと査察に違いありませんわ。落ち着け、落ち着くんだ。これというのも艦長のせいですわ。経費ばっかり使う割にははかどらない侵略計画、もうきっと問題になりますわよ。どう申し開きしたらいいのか。経理部長。この戦艦オルクスの代表者は私だ。君の苦労も分かっているつもりだ、シモーヌ。ハウザー艦長、本社にごまかしは通用しない。査察ならそれを受けよう。しかし、あの戦艦が来た目的はまだ分からんのだ。エネルギービーム接近、あの戦艦からです。やはりラグナス。しばらくだな、ハウザー。よくおいでくださいました、ラグナス司令官。ラグナスでよい。さあ立って表を出てくれ、我が友よ。衛星軌道上の2隻が接触しました。ホワイトハウスもクレムリンも依然沈黙したままです。どうやら知らんぷりを決め込むようですね。そうじゃろそうじゃろ。地球を侵略者の手から守れるのはわしのエリアルだけじゃが、問題はあいつらをどうやって乗せるかだ。急ぐのよ。ああ、ちょっとミアちゃん、私には勉強が。あ、ちょっと、さあ、アヤちゃん早く。いやアヤちゃん、エリアルに乗るのよ。アヤちゃん、エリアルに乗るのよ。Thank you.
やあミア、元気で何よりだ。エリアルのパイロットの件引き受けてはくれんかの。おじさま、それをおっしゃるためにこんな仕掛けをつけたんですの？いや、宇宙人がいつ攻めてくるやもしれんからの、その時にすぐ呼び出せるように。私エリアルに乗るとは言ってませんわよ。だからこうして頼んどるんじゃないか。だったら人がオッケーするまでこんな変な仕掛けをつけないでください。あ、ミア待って。おい博士。電波もう届いてませんよ。受信機壊しちゃったんじゃないですか、ミアちゃん。せっかく作ったのに。よし、終わりじゃ。片付けろ。はい。動くな。これです。妙なものがうろちょろしとるな。ハウザー様がお着きになりました。ラグナスったら突然現れるんですもの。本社からの査察かと思いましたわ。査察か、この私がか。それはいい。ではこちらへは休暇で。いや、遠征の帰りでな。明日にはここを立たねばならん。まあ、いつもお忙しいのね。うん、今回は少々手を焼いたがな。司令ともあろうお方が。ハウザー、君もこの星には手を焼いているようだな。あ、はあ、しかしこの星には奴が。辺境の女神と三人の乙女たち。ロマンではあるな。いえ。全銀河で垂れ目の鷹と恐れられた君を苦戦させるほどの相手だ。一筋縄では行くまい。いえ、あれは問題ではないのです。あのようなもの、大型攻撃機の30機もあれば。艦長。そのような経費が我が社のどこにあるというのですか。下野経理部長、ラグナス司令官の前だぞ。失礼いたしました。堅苦しいことは抜きだ。三人の再会を楽しもうではないか。ですがあの星には。よいよい、こうしていると士官学校の頃を思い出す。そうだろう、ハウザー。はあ。ハウザー、よく来てくれた。お招きいただき恐悦至極に存じます。ハウザー、紹介しよう。私の幼馴染でトレファン家の令嬢、シモーヌ・トレファンだ。人生とは面白いものだな。あの時の三人がここに再会した。そしてそのうちの二人が今共に手を取り同じ目的に向かっている。どうだろう、私もその仲間に加えてはくれないか。いや、形式通りに行こう。
バルター・クリフト社銀河辺境方面司令長官ラグナレク・ゲルバルト・ハウゼンとして命ずる。はっ。我が社系列にある下道社オルクス艦艦長はバルト・ハウザー、貴殿はこれより我がラグナレク艦隊に編入されることを宣告する。以後の作戦行動は我が指示に従うこととなる。これより20時間後に地球機動兵器に対する作戦を開始する。追ってサタールまで機関に戻り待機せよ。了解しました。垂れ目の高よ、私も赤眼の虎と呼ばれた男だ。このラグナレクの腕前久々に見せようではないか、我が友に。ですがあの星にはセーバーのことか。噂には聞いているがたかが男一人。しかし奴は任せておけ。新たなる敵が現れた時、俺の戦いは再び始まる。いい加減にしてください。切りますよおじいちゃん。ちょっと出かけてくる。どこ行くの？岸田、孫たちに嫌われたの。あの子たちはあゆみさんじゃないんだぞ。わかっとるわい。あら、ちょっと冗談じゃないわよ。騙されたのよ、あのマッドサイエンティストに。嘘つき科学者。私乗るなんて一言も言ってないもの。もう嫌いよおじいちゃんなんか。それにしてもさ、どうして私たち3人を乗せることにこだわるのかしら。肉親に生まれたのが不幸の始まり。勘弁してほしいわよ。あやちゃん何見てるの？これミヤちゃんに似てるなって思って。え、どれどれ。あゆみおばさまじゃない。誰？亡くなったあなたたちのおばあちゃん。どうしたのこれ？ああ多分おじいちゃんの落とし物。へえ、年取っても肌身離さず持ってんだちょっと失礼。はい、可愛いですが、いつ私がエリアルに乗ること承知しました？ええ、二人ともここにいますよ。ええ、明日ですか？まあ全額いいんですの。いいんですの？わかりました。はい、失礼します。さてはおじいちゃんに言いくるめられたな。いやいや違うわよ。私は絶対絶対に乗らないわよ。そんな、分かってますって絶対に絶対よ。いいの、送ってくわよ。お姉ちゃん、ドライブ行こうよ。本当に、本当にいいのよ、送ってくわ。私、今日予備校だから。そう、じゃあ、私たち行くわね。気をつけてね。お姉ちゃん、行ってきます。つまらん義教心か。出撃準備急げ。本社は出撃するようですな。
奴はセイバーを侮っている。大体セイバーという男はだな。シャトルの準備をしろ。ですが待機せよとの本社からの命令では。この間の指揮官は私だ。はっ、では早速。あの星の恐ろしさが分かっとらんのだ、ラグナスは。待て。はい、何か。シモーヌには感づかれるなよ。